ね、交渉のキャッチフレーズがですね、君は僕の絶対だからということになっとるわけでございますけれども、お二人のですね、あの絶対についてフリップに事前に書いていただきましたんで、はい、ちょっとそれ出してもらいましょうかね。絶対は一体何なのか、いきますよ、せーの、ドン、ほい、はい、自分、友達、自分、すごいな、嘘じゃん、それ、いや、本当ですよ、嘘じゃん、お前、それは嘘だよ、嘘じゃん、嘘じゃん、本当ですよ、もうみんな分かる、内山さん、もう内山さんのうちわ持ってる人もすごい、いやいや、こんななってるよ、どういうことだよ。知ってる人たちみんな嘘、いやいや、そんなことないですよ、ってなってるよ、友達です、あ、そうなん、それな、これはなぜですか、デデデデを見ても思いましたし、あ、なるほど、デデデはメインキャラクターだし、まだ僕より全然年下ですけど、うん、まあ、社会人生活続けてって、うん、まあビジネスの生活の中でやっぱり友達だなみたいな、うん、やっぱりそこに、はい、利害関係のない人間関係、なるほど、という意味です、損得感情のない、ない、友達っていう言葉の説明をしてんの、いや、この友達とは鍵括弧友達ちゃんとね、友達いますもんね、利害関係とかそういうね、うん、はい、そういうんじゃない友達ってやっぱ年々絶対大事だなと思うので、うん、なるほど、を書きましたけれども、はい、二人称やったけど自分ってちょっと安易すぎない、これはもう自分しか信じられないですからね。なんや、闇落ち始まっとる。違うじゃない、うん、キャラクターと自分、その自分というのは、いや、自分、いや、もうだから、なんか何をやるにも結局自分だっていうところに落ちていくと思うんですよね。いや、まあ、友達もね、あったりとか、うん、やっぱものづくりしたりとか、うん、もうみんなで作ったデデデデの舞台挨拶で自分って協力したんですよとか言って、まあ、いろんな深い意味、いろんな深い意味があるよ、深い意味があるよね。でも結局のところやっぱ自分に変え、自分じゃないですか、うん、いや、まあね、結果を出していかなきゃいけないのは責任持ってことね、そうそう、相手もいることだし、みんな、ね、こうやって来てもらえる人たちは、うん、当然大切なんだけど、そこにじゃあ見に来てもらうとか、うん、じゃあ一緒にじゃあ作ろうって、一緒に仕事をしてをね、しようって思ってもらうためには絶対に自分が自分でいなきゃいけないっていう意味で の自分です。だから内山さんみたいに 嘘じゃないですよ。やめなさい。いやいやいや、俺本当だって、内山さんだってこれを書くときにちょっと半笑いで書いてました。僕見てました。そんなことでも一番最初に俺友達とか書こうかなと思うんだけどって言ったら聞きました。僕はミュー君も書くかなと思ってかぶらないようにちょっと見ましたけど、はい、こんな感じです。ひらがなの時点でね、ちょっとおもろいとかありますけれども、とんでもないです。はい、ということでいろいろお話聞かせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。デデポーズいいね、もうちっちゃちっちゃい、で、出てってよ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 、